セルゲイ・チョーバンは、ロシア生まれ、ドイツ国籍を有する、建築家で、ヨーロッパ及び、ロシア各国にて、多数の建築物を手掛けている。ブダ、ドイツ建築家連合会員、ロシア建築家及び芸術家ユニオン会員、国際建築アカデミーモスクワ支部会員、ロシア芸術アカデミーの名誉会員のほか、複数の建築賞受賞歴、建築展参加歴を有する。 また建築ドローイングコレクター、アーティスト、天台会キュレーター等、建築及び芸術分野にて幅広い活動を展開している。旧ソビエト連邦レニングラードにて科学者の家系の元に生まれる。父エンバ・アブドゥラフマノビチ長番は理論物理学者でサンクトペテルブルク工科大学教授であった。母イリーナ・ソロモン・ノブナ長番はタービン技術者として同大学に勤務。 ソフ・祖父ソロモン・アブラモビッチ・カンターも同大学教授であった。1974年から1980年、レニングラード・セカンダリー・アート・スクールで学んだ後、1980から1986年、サンクト・ペテルブルク美術大学にて、セルゲイ・スペランスキーとバレリアン・ボロンセビッチの下で建築を学ぶ。卒業後ベニアミン・ファブリツキー・アーキテクト・スタジオに勤務。 1989年に独立し、レニングラードでフリーランスとして働く。1991年ドイツに渡り、1992年からハンブルクにて、ニーツ、プラッシュ、シグル建築事務所に勤務。1995年にはパートナーとして、ベルリン事務所を引き継ぎ、NPS トコバン、ボス建築事務所を設立。2003年に、 長番パートナー建築事務所をモスクワに設立。2006年、SP プロジェクトと合併、セルゲイ・クズネッツォフとパベル・シャブロフと共に、スピーチ建築事務所を設立し、共同経営にあたる。2008年、セルゲイ・クズネッツォフと共に、英語、ロシア語バイリンガル建築雑誌、スピーチを創刊。2009年、ドイツ・ベルリンに、長番財団を設立。 同年オーストリアリンツ都市計画評議会メンバー及び議長を務める。2010年、2012年2期連続ベネツヤ・ビエンナーレ国際建築展ロシア館キュレーターとしてプロジェクトロシアファクトリーアイシティ、アイランドを担当。アイシティ、アイランドは QR コードを使い最新の情報技術と冷戦化の科学都市を表現しスペシャルメンションを授与。 ロシア間発の開挙となる。2011年より、ロシアスコルコボ財団の都市計画評議会メンバー。2013年より、モスクワ市建築、都市計画委員会建築委員会の委員を務める。同年ドイツベルリンに、長版財団建築ドローイング美術館を建設、オープン。2014年、ヤコブチェルニホーフ財団。 チャレンジオブザタイム2014建築アウォードの審査員を務める。ドイツ国内の住宅、オフィス、多機能複合施設建設及び改修工事等多機に渡る実績を持ち、多くの建築賞を受賞しているほか、建築ガイドブックにも掲載されている。ドイツ、ベルリンドイツ、タトシロシアセルゲイ長版は、キュレーター、アーティストとして多数の美術展。 建築店に参加しているほか、多数の建築ドローイングコレクションを保有している。ありがとうございます。